はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。バイクのスタッドボルトの交換ですね。今こんな感じになってます。上も映るかな、ちょっと光が映りましたね。フロントももちろん同じ状態です。このように、軍手で中にゴミ入んないようにね。ちょっと暗くて分かんないと思います。こことこれですね。はい、とにかくこれをスタッドボルト、純正ですね、これを外していきたいと思います。はい、一瞬、カメラは回してなかったんですが、先ほど硬かったのは下ですね、そして上側は恐ろしく緩かったです。ソケットで緩めて、あとは手で回ってしまうレベルですね。個体差があるみたいですね。どうなんだろう、ロック剤使ってるのかな。今それ分かりますね、抜けば。よし、取れた。うわ、すげえ、これここまで赤を塗り込んだかって感じですね。はい、なのでロック剤ついてんのかな。とりあえず上は簡単ですね。そして下を外していきたいと思います。下はとてもじゃないですが硬いです、まだまだ。はい、よいしょ。硬いよな。でも左回しだからな、こんな時は556塗っちゃった方がいいかもしれないですね。それでは一旦、カメラを止めて556を吹き付けてもう一回チャレンジしたいと思います。はい、実はボルト、スタッドボルトの方、あ、ナットですね、スタッドナットの方、赤が負けました。ネジロック剤の赤が。なので今ツルツルしてる、もうどうにもなんないんで、もう一回これパーツクリーナーで吹き付けて、今度はダブル、ナットにしたいと思います。また、あれですね、今度はフロント側2つ2本チャレンジしてみたいと思います。はい、フロント側のスタッドボルトを抜き取ってみたいと思います。うん、大丈夫だよな。ちなみに、最初にロック剤の赤を塗って、うん、簡単だよな。ここまで個体差があるか。これはもう取ったようなもんですね、間違いなく。なんであそこ一箇所だけあんなに青、変な風に、はい、スタッドボルト上と、見づらいと思います下、無事取り外すことができました。つまりリア側と合わせて今3本のスタッドボルトが、抜けたっていう感じですね。そして次にパーツクリーナーですね。こちらパーツクリーナーでこのねじ切ってある部分を、中をきれいにしたいと思います。こんな感じですかね。手がどうなっちゃってか分かんない。はい、そんな感じです。一応中556がね、今まで浸透さ、あったんで、パーツクリーナーできれいにしました。はい、これからスタッドボルト取り付けになります。こちらは前回もやりましたが、こちらにはステンレススチールって書いてありますね。なのでスタッドボルト自体はステンレスと鉄の愛の子、いいとこ取りですね。しかも一応ステンレスはステンレスなので、めっちゃ錆には強いです。絶対錆びないってわけではないですが、鉄に比べればまず錆びないと思っても、いいと思います。そしてこれが付属の、これはボルト、ナットですね。ん？どっち？ナット？ナットでいいんですね。はい、こちらは磁石につきません。本物のステンレスですね。日本語で言うこちらはステンレス鋼ですね。はい、これを取り付けたいと思います。ただあまりにもここがディープなんで距離があるので、一旦こちらの、ちなみにこれはノギスで測りました。そしたら8ミリドンピシャですね。ですが、M8 とは違います。これは一応ハーレー車なのでインチですね。はい、これがもしインチでなければこんな、周りくどいことはしなくてもいいんですが、どういうことかって言ったら、ここに締め込んだ時にこれですねが最後まで入らない状態になってますね。はい、なのでどうしても、こうやって延長させるしかないという。はい、これがもしも、ミリ、手がどうなっちゃった、ごめんなさいね。これがもしミリであれば袋ナットを使えば途中で止まるんですが、そういう、これインチなんで無理なんで、次はあれですね。あ、ちなみに、エンジン側は
粗めになってます。そしてエンジン側じゃない方は、細めになってますね。これはそういう仕様ですね。はい、次にこれでもう締められる状態になったので、いよいよ取り付けですね。はい、はい、すいません、ちょっと言い忘れました。これ綺麗に写ってない。これは焼き付き、かじり防止剤ですね。これを、使いたいと思います。自分の経験上こういうので焼き付いたとかかじりついたっていうのは1回もないんですけど、例えばプラグとか、でも一応塗っておいた方が間違いなくいいと思うんで、これは直接ボルトには塗りません。綿棒を使って、直接エンジン側の方に、中に塗っていきたいと思います。それでは、塗っていきたいと思います。映るかな、こちらですね。はい、これをネジの奥に、入れ込んであげたいと思います。手前は、あれですね、ネジロック剤を少しだけ使いたいので、これを手前に塗ってしまいますとロック剤と喧嘩してしまいますのでね。だからこれで、奥の方に入れてぐりぐりと回していきたいと思います。はい、一応こんな感じですね。奥は焼き付け防止剤を直接塗って、こちら、このぐらい、ネジロック剤の赤、ちなみにこれは耐熱性、高耐熱の赤っていうのもありますが、これは普通の赤です。はい、普通の赤でもちゃんと、いきます。大丈夫です。その前によいしょ、まず入れていきますね。よいしょ。で、なんだこれ、手がちょっと自分の手がわからん。まあそんな感じで、とにかくこれを回った、よかった。最初は手でやんないとダメですよ、絶対に。っていうか映ってない。はい、手で最初回さないと、ネジ山壊してしまう可能性がありますからね。この時点で耐熱じゃないかじり防止はぐるぐる回ってます。そして一番手前に塗った赤も少し生きるっていう形になります。はい、恐ろしく見づらいとは思いますが、2箇所取り付け、終了ですね。あとは今、ネジ締めるためにダブルナットになってるんで、ボルトナットですね。これネジロック剤が落ち着いたら明日あたり、このナットを外したいと思います。今ダブルになってますからね。ちなみにアルミとステンレスの組み合わせっていうのはありっちゃありだし、ないっちゃないです。例えばブレーキですねのこのボルト、これをステンレスに変える方もたくさんいると思います。なんでしたら、ブレーキローターですねの中の、ここのネジ、これをステンレス製に変えるっていう方もたくさんいます。もちろん、このホイールはアルミです。もちろんブレーキもアルミですね。なんでしたらこのアルミのエンジンにステンレスのボルトを取っ換えるっていう、カスタムもあります。あまり気にしすぎない方がいいとは思います。ただよろしくはないです、一応言っておきますね。ちなみにこの中に、ネジの部分ですね、ボルト、ナット、ボルト、どうしても自分の中に水が入った時です。それで、イオン的なもんが発生して錆びやすくなる。ただこちらのエンジンのこのなんだスタッドボルトは、エンジンかかっている時は水なんて入んないですよね。熱で飛んでいっちゃうと思います、水分は。なので自分は、あまり気にしなくこのスタッドボルトを購入しました。ちなみにこれは国産車もそうかもしれない。これリアブレーキですね。リアブレーキじゃない、リアのホイールなんですが、アルミです。そしてこれは、みんな国産もそうだと思うんで、ステンレススチールですね。はい。で、ビチョッとくっついた状態になってるんで、もうこういう組み合わせ、もう、あれですね、どこまで行っても一種金属になると思います。そんな感じで、あまり面白い動画ではなかったです。もちろん地味な動画になっちゃいますね、スタッドボルト。
一応これで終了とさせていただきます。自分はこんな感じで交換をしてみました。